はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、11月もう中旬になります。ピークに向けて七五三ね、最近ね、神社でも割安パックとかパックなってるそうなんですけど、まあ、大体11月15日ね、っていうのが七五三の時期とされ、まあ、最近はこう前後されたりするんですけど、まず、七五三3歳、3歳のこれ男女らしいですね、子供の髪置き、そして5歳の男の子の袴着、それから7歳の女の子の帯解きということでね、由来とされているそうなんです。それぞれまあ初めて髪を伸ばし始める3歳の時ですか、それから袴をつける、それから帯を締めるということですね。で、まあ、11月15日のちょうど秋の紅葉の時期ですかね、参拝するようになってますけど、最近七五三パックで神社もねパックしてまして、まあ、神戸の生田神社七五三パックで3万8000円やってたりとかですね、それから平安神宮、京都平安神宮も2万円で、七五三プランというのがあった、まあ、東京の明治神宮の方でも七五三詣とかね、3万6000円とかそんなパックでやってるみたいですね。まあ、最近はよくあるのは写真屋さん行って写真だけ撮ってね、済ませるっていうパターンもあります。私も七五三なんかよく写真残ってますわ、そういえばね、七五三もうすぐですね、松尾修造のこれ知ってます、今日は七五三のことの説明でございました。どうもどうもどうもありがとうございます。